ょっとあとちょっと、いけ、あ、入りました全部お互いのオールバックに笑いつつまっすぐ駆けてゆく風の中、なんか書いてある。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってね。今日はちょっとまずあれします、背景を回します、すいません。先生、そう、背景回してる間マジ何もできないからさ、携帯触れないから。配信の時が一番いいんですよ。そう、なんでちょっとすいませんが、回したいと思います。こんばんは。もう9時なの、やばい。やばいよね普通に。今日はでも一日本当に結構充実した一日でしたね。お仕事もあったりとか、とあるワクワクドキドキイベントもあったりとかして、結構充実した一日を過ごしていました。ワクワクドキドキイベントについてはまたお伝えするんで、ちょっと待っててくださいって感じなんですけど、絶対に言います。楽しみにしといて。お仕事についてもまた今後きっと公開情報解禁されると思うので、それを待っててくださいっていう感じですが、ガガガのガ、爪が、この間のさ、本当にマジで良くなかったことを話していいですか。この間の爪適当にむしったじゃん私。ジェルネイル自力でむしった、適当にむしったんですけど、そっからマジで爪のコンディションが悪すぎてうわ、明日波動、ちょっと待って、
写真あるから綺麗にする。痛くはないです、全然。本当に薄い爪が、爪一枚一枚がこう薄くなっちゃってるって感じで、そう全然痛くはないんですけど、今日はどうしようかな、プレゼント紹介しようかなって思ってます。ちょっと昨日の劇場だったり、ここ最近の劇場、4月の末の劇場でいただいたものを何もちょっと紹介できてなかったのでごめん。ちょっとそれのその子たちの紹介をしようかなみたいな感じです。いいねだって、ありがとう、いいでしょ何の自慢、いいでしょ。配給とりあえず回しました。こんばんは。私の母がハルピョンのことを可愛いと言っていました。何経由で見せたんですか。私の推しの顔を何経由で見せるんだろう。可愛いでしょって。はずい。久しぶりに来てコメントそれだったのめっちゃおもろい。行かない旅で行ってた山場という行ってきた、見たよハッシュタグ、行かない旅で投稿してくれてたよね、ありがとう。見ました、もうちゃんと。これさ、普通に初めて入ってきた人なん何してるんだろうって思うよね。爪研いでるんですけど富山に旅行に行こうと思うんだけど、おすすめの場所ありますか。いつ行きますか。明日、明日とかならマジで都並チューリップ公園で今チューリップフェアやってるんで、そんな明日ではないか夏か、暑いよマジで夏ね。どういうのをおすすめしてほしいかにもよるかも。何目的で行くかにもよるかも。ご飯なのか、何でも OK? 夏はマジでも秘書を求めに、称名滝とか、かな。それとかこの間私が能登に行ってたって言ったじゃん、能登に、ボランティアしに能登に行ってたんですけど、
そのボランティアのところに来られる方々がやっぱ普通に富山とかの方ばっかりじゃなくて、全然もう本当いろんなところから来られるんですけど、どこに住んでる方なんだろう、わかんないけど、なんか広島かどっかでボランティアをずっとされてる方がいらっしゃって、その方がせっかくねこっち方面北陸方面に来たから、立山黒部アルペンルートのあの雪の大谷を見たいってそう言って、この間雪の大谷行ってきてっていう写真を見せてくださいました。そのちょうど私がその能登から能登を離れる日のほんとギリギリに、離れる時間ギリギリにその方が帰ってこられて、おーみたいな、行ってきたみたいな感じで、行ってきたよって言われて、写真見せてもらって、あー行ってきたんですねって言ってました。行ってきたよって、そう。でも私もさ、そのさアルペンルートとか行ったのなんてもういつみたいなそういつみたいなあれだからさ、マジで覚えてないわけよ、どうやって行けばいいのかとか、そうどっから行くのが楽なのかとか、富山駅からバス出てるんでしたっけみたいなとか、マジ覚えてないわけですよ、いつ行ったっけみたいな、最後に行ったの雪の大谷行って調べたら多分わかると思います。でもそのそこに行くまで、そう車で途中まで行きたいみたいな感じだったから、富山駅から確かバス出てたような気がするけどみたいな、出てないっけ全然覚えてないやみたいな、えそうどうでしたっけみたいな、そういやとりあえず富山駅って聞いたらいいんじゃないですかねとか言って富山県民として最低なこと言ってたんですけど、そう結局どうしたのかあんま分かってないけど、うん、そんな感じで、立山黒部アルペンルートはね、雪の大谷って言って本当にすごいんですよ、雪の壁が。そう、クッション買ってなかったっていうし、絶対どっかにあるはず、これ使う、これどこだ、進めはしたけど、ぜひとか進めはしたけど全然自分も最後に言ったのいつか忘れすぎてるから、行き方とかわかんないみたいな。でも富山県民私だけじゃなかったから、そこにおられる、そう、その方とかにも聞いてらっしゃいました。これってどうやって行くんですかって、そんな話、どこかな、なんかいいところ、富山そうだな、むずいよね、まあ私の聖地巡り
ぜひって感じ。でも本当にお腹いっぱいになる。私ご飯屋さんめっちゃあげたりしてたから、そうしょっちゅうお腹いっぱいになりますってピョンズからクレーム来て、全然最近あげなくなったそうお腹いっぱいになるんですって。町中華とかも美味しいし、あのこの間の年始のスペシャルで特集させていただいた町中華とかも美味しいですし、何で行くんだろう。確かに車で行くのかな。そのそこまで車、そのレンタカー借りるとかいろいろね。まあでも富山は多分レンタカー借りないときついと思う、先に言っとく。てか借りた方がいろんなところに行ける。自家用車、お、いいじゃん。自家用車だったらもういらんなとこ行けます。高岡の大仏ね、そこもまあギリ聖地っちゃ聖地ですよね。この間の年始の時にあれ映ったよね、確か行きました、行ったっていうか、まあ軽く紹介したし。めっちゃ遠いけど、南砺市の神社とかもうさぎ年一発目の時にロケ行かせていただいたりとか。え、サマーフェスマジ出るのかな。うち出たいんだけど、ちょっと誰か KNB に電話した私あのそのサマーフェスがなんていうんですか、公開発表されてから KNB さんでそっからのロケがもしあったら、そう絶対たもう直談判しようと思ってたんですよ。そう、え、出たいです今年もみたいな言おうとしてたんですけど、ちょっとあのこちらでのそのなんていうんですかね、そ AKB 本体としての仕事というかがちょっと忙しくてそうちょっとロケの日程が今合わずKNB さんに今行けてない状況で、なんなら今ストックがないんですよね。結構ピンチやってみちゃ結構ピンチ、もはや、はい、今まあね、お仕事で忙しいことはね、まあ、ありがたいことなんで。そう、別に私がね普通になんかプライベートで忙しいみたいなそういうことじゃないです。お仕事で忙しくしてるっていう感じなんで、いいことですけど、その仕事で忙しいのはさ嬉しいことだけどさ、でもさそれでさ自分しかできないその仕事をさ飛ばすのは絶対嫌だからさ、ちょっとなんとかマネージャーさんに今頑張ってもらってます。はい、なんでちょっと待ってください。やってみっちゃの企画でサマーフェスに出、いやいやいや、私普通にアイドルとして KNB さん呼んでほしいんですけど一回。はい、あのすいませんがいや嬉しいんですよ、こう一タレントとして呼んでいただけるのもすごい嬉しいんですけど、え、私って AKB なんですよっていうのをKNB さん知ってるかな。そう、知らないかもしんない。うん、私 AKB なんですって、もしかしたら
だって見たことないじゃん、まず普通に。そう、踊ったことないですよ KNB さんの中では。だからもしかして知らないかもしれないんですよ、私ってアイドルだよっていうのそう、だからちょっとワンチャン、もしかしたら知られてないかも、普通にやってみっちゃ女だと思われてるかもしんない。いや全然いいんですけどね、全く、あの全然本当に一タレントとしてこう育てていただける分にはすごくありがたい。し、なんかロケが全然怖くないです。やっぱこの一人でロケをいろいろ経験させていただいてるからこそ、なんか一人じゃない方がむしろ怖いみたいな。なんかいろんなメンバーに話聞いたりとか、話振ったりとかね、もしもその回る側、 MC 側、回す側とかになったら怖いみたいな。でも一人は一人で何喋ったらいいか分かんないから怖い。そうどっちも怖いやん。緊張しない方法教えてほしい。私緊張めちゃめちゃしますよ。私に聞くの間違ってる。めっちゃ緊張女。爪塗っていきます。今日はちょっと待って、波動と5日に木体か、4日は、4日は大丈夫。じゃあ一旦なんか変な色とか言ったらあれか。なんか可愛い色に塗りたいけど、でもラメ落とすのめんどくさいんだよねごめんなさいね、こちらの事情もありまして。そう、ラメマジで落とすのめんどくさくて。そうなのよ、だからラメ好きじゃない。明日波動か、頑張って。おいおい、一言応援して。あ、この黄色はポッケ割って、だって水色と黄色でしょ。黄色、黄色単体もちょっとでも寂しいから、水色と黄色にしよう。ちょっと待って、水色持ってくる。すいません、ミュートのまま喋ってました。いや、色どれがいいかなって選んでた。でも決まった自分で決めた結局。この水色と黄色にします。明日わかんない、シールド一択かわかんないんで、ちょっと聞いててほしい。私がなんて言うか。見れない人はもうシールどうかな、きっと。わかんない、ちょっとなんて言われるんだろう、コーチに。
コーチ次第みたいなとこある。でも明日練習できないんですよね。そうだから分かんない。タカさん、タカマガオさん、ハートありがとう。あと私昨日のさ、あれやんなきゃ。 AKB タイムじゃなくてなんだっけ、ドポーンタイムやんなきゃ。そう、昨日気づいて夜2戦だけ試合やりました告知せずにやりますね今日。そう、2試合だけ告知せずにやったら、ピョンズとピョンズ一人と当たりました。嬉しかった。黄色薄めで可愛い。なんか最近タンポポの決心にハマっているんですよ。めっちゃいい曲じゃん。なんかあの時気づかなかった、いやもともと気づいてはいたんですよ、めっちゃいい曲だなとは思ってたんですけど、なんかより気づくようになった。それこそ能登のボランティア行ってからかもしれないけど、なんかタンポポの決心めっちゃいい曲って思いながら最近聞いてます。ここ3ヶ月ぐらいめっちゃいい曲って思いながら聞いてる、よく。なんかすごい水色がすごい主張激しそう、白っぽく見える。黄色いっぱい塗っとこう。水色二度塗りぐらいでちょうど良さそう。ただこちら今日マニキュアなので乾かすのにお時間が、え、待って、これやった後にプレゼント配布やればよかった、やらかしたわこれやったら今爪動かせないやらかしたね、バカ。高間顔さん、ハートいっぱいありがとう。バカ、ぬんぬんって日常生活で言う人いるんだ。なんかめっちゃ今バカに聞こえた、ぬんぬんって。カキフライの音、うわ懐かしい、言ってたわ。こんなにアイドルのつむじ見たの、あ、
ピョンズになったらよく見れますよ。アイドルのつむじいっぱい見れると思う。やった、ピョンズ特典ピョンズになったらこれからもいっぱい見れると思うんで、つむじまで愛してください。一回冷ます、冷まさない乾かす。ポッケマリカラー全部黄色でもよかったかな。でも私黄色に なんか手な何色に合うんだろう。私ってイエベなのかブルベなのか未だに分かんない。わからない、ちょっと驚いてちょっと感動して、息も詰まる展開に君は割と冷静だってしたことない。ハルピョンがきっかけで君だけがわきまいていた、めちゃくちゃ好き。え、嬉しい。なんかそうやって言ってもらえるの嬉しい。目痛い、目取りたいぐらい痛い、眼球外したい。外したやつください。あ、ごめん、それは特典についてきてないんよ。ピョンズ特典にそれはないんよ。外した眼球受け取れる権利はちょっとなくて。スーさんハートありがとう。明日ね、金曜ロードショー耳を澄ませばですよね。いや全然見れる時間ではあるんですよ。波動1の早いし、うち午前中の人だから。でもさ、せっかく外出るからって思って迷ってる。すぐ帰っちゃうのももったいないよなーみたいな気持ち。私今なんて言った？え、私猫の恩返し見たことないですよね。多分ないはず。耳を澄ませばをテレビでも見れるバー？あ、そういうこと？普通に耳をす、違うのよ。私は別に一人で金曜ロードショーを見たいわけじゃなくて、一人で耳を澄ませば見たいわけじゃなくて、それだったらもうどれだけでも DVD とか借りるよ。違う違う、ピョンズと見たいのよ私は。そう、配信でね。別に一人で見るんだったら見ない見ない。みんなにこう聞きながら、あ、私今日の推しこれとか言いながら見るのが楽しいんです。なんかハルピョンって本当に思ってそうですよね、言ってること。いや本当に思ってるんですけど本当に思ってるんですけどなんか言ってること本当に思ってそう。うん本当に思って言ってますよ、今の発言とかは全部。でもなんか、え、本当に思
ってるみたいないるじゃん。いやいやいや、どうせさみたいないるじゃないですか。え、私って本当に思ってそうじゃない？あ、待って、お弁当あるんだった、半分ぐらい食べかけの。忘れてた、固がってる、ちょっとちょっとリュック固がってる、やばい、染み込む。危な、いや特定のこの人とかじゃなくて、なんか人間みんな、いやいやどうせ言ってるだけでしょみたいな人いるじゃないですか。え、私ってすんなくないですか、基本的にそういうなんか、いやどうせ言ってるだけでしょ感なくない？え、気のせいですかね、気のせいなのもやばいし。どういうこと気のせいって。表裏はあります、はい、表裏というか、表裏だけじゃない、私多分難面相もある。そう、表裏だけじゃない、顔がいっぱいある。うん、そうだから、え、私表裏ないですよっていう人なんて絶対嘘だから、うん、今まで本性を見たことがない。私も自分の本性がどれかわからないんですよ。あ、なんて怖い発言なの今の。自分がどれが本当の自分か、これもう能登でなんかちょっとね、あのいろんなね、そうずっとね能登にいらっしゃる方とかいろんなお話をこうしたんですよ、いろんな方と。でなんか話してて思ったんですけど、自分、いや本当なんかこれはなんかそのなんか病んでますとかそういう系じゃなくて、全然そういうのじゃなくて、あのどれも本当の自分だから、どれも自分、どれも私だからこそ、どれが本当の自分かわからないっていうのが、あの一番正しい回答で、私の中では。そう、これが本当これが嘘とかじゃなくて、一人でいる時の自分も自分だし、みんなと話してる時の自分も自分だし、ステージ立ってる時の自分も自分だしみたいな、その場その場で顔が違うみたいな。え、別にこれはなんか嫌な裏表とかじゃなくて、普通にもうそこにいる時の自分を演じれますみたいな感じ。でもみんなそうじゃない？そのじゃあさ、家にいる時の自分と、じゃあ彼女とか奥さんとか旦那さん彼氏さんといる時の自分と、職場での自分、まあ、それこそ職場での自分と、あのそのね配偶者とか好きな人の前での自分と一緒だったらキモいやん。ごめんなさい、アイドルがキモいなんて言っちゃダメ。そう、怖い、なんかちょっとおかしいじゃないですか。職場でさ、ありがとうございます、お疲れ様です、わかりました、ただいま、はい承知いたしましたって言ってる人がさ、その好きな人とか同棲されてる彼女とかの前でさ、前でもさ、分かりました承知しましたありがとうございます、え、怖いじゃないですか、そんな彼氏さん。そんな彼女さん怖いじゃないですか、そんな彼氏さん、そんな彼女さん怖いでしょ。そういうこと、そう、誰しも顔はいっぱいあるんですよ。っていうことになりました。
別に裏表あったっていいと思います。でもマジで裏表ない人を唯一一人知ってる。裏表ない人っていうか本当にマジでない人一人知ってる。家族の前とかでは分かんないよ。家族とか友達とかお前では分かんないけど一人だけ知ってる、ゆきりんさん。マジであのまま本当にみんなに見せてる顔を私たち後輩にも見せてくれるし、本当すごい。後輩に見せてる顔ファンの方に見せてるし、本当一緒マジで。でもなんか嬉しいなって、なんかゆきりんさんもあそういう一面あるんだなって思った瞬間がこの間あって、何かっていうとゆきりんさんの卒業コンサートの時に3期生さん先輩方が来られてたじゃないですか。でその3期生さんたちの前でなんか一緒にいるゆきりんさん、3期生さんたちと一緒にいるゆきりんさんがすごいなんかなんて言うんだろう、ちょっと言葉失礼になっちゃうかもしれないけど、なんか妹感は溢れるいたずらっ子みたいな感じの雰囲気が出てて、なんか可愛いなって思いました。なんかそのさ、やっぱさ私たちという時はさ、やっぱどうしても先輩っていうのが一つ絶対あるから、一番先輩っていうのが一つ絶対あるじゃないですか。そうだから多分そういうところでは、まあだからそれはそれでね、ゆきりんさんのもしかしたらこうなんて言うんだろう、二面性とかになる、二面性三面性とかになってくるのかもしれないけど、でも本当にそれがすごいなんか可愛いなってそう思った。うん、そうなんですよね。明日の波動では、まあ、一番の先輩っていうとちょっとあれですけど、一応ね先輩、一番先輩、なんかでもそういう現場が増えてきましたね。いろんなところで自分が一番先輩であるという現場が それに関してはすごいなんか、ああ先輩になったんだなって思うし、うん、でも本当よく見えないって言われるのはね本当ありがたいことなんですけど、まあ先輩に見えないキャラ、23歳なんですけど24歳に見えないキャラで頑張りたいなと思います。これからも、まあ、もちろん若いだけが正義じゃないんだぞっていうのもね後輩に伝えていかないといけないのではいそうですよ、若いだけが正義じゃないんだぞっていうのもちゃんと、若いのは大事ですよ、はい、だからそれはそれで十分にもうすねをかじってほしい
若いなりのすねをかじる、なんていうの、若いなりのこの今しか使えない若さっていうものをもう存分に武器にしてほしい。本当にもう私は使えないから、その若さというものをAKB にいる中では若さというものを私はもう今使えないから、アイドルやって10年になって、歴でもそうですし年齢も、アイドルで24歳、もうだっていろんなメンバーさん、もう本当歴代のこれまですごく AKB を支えてきてくださった先輩方々はもう本当に卒業してる年の人もねたくさんいますから、そう今しか使えないその若いという武器を、使ってほしいですよ。そりゃだって入ってくるんだもん、後輩は。いやでも待ってって言っても DH は入れちゃうから、そう DH は可愛い後輩たちを入れちゃうから、どれだけ待ってって言っても。こちら19期でーすって、そう気づいたらこちら20期でーすが入ってくるからそうだからこそ今しか使えないその一番若いっていうのをね使ってほしいですよ。思うぞ、もうでもそれを私たちが言うのは別にいいけど、なんかスタッフさんとかなんかもう年ですもんねとか、そのメンバー同士でこういじられる分にはいいんだけど、スタッフさんだったりファンの方が言うのは違うと思うよ。なんかもうハルピョンもおばさんだからねとかそう、それを言うのは自分とかメンバーの中でこう言っていくのは、そりゃメンバーとメンバー同士のなんて言うんだろう仲だったりとか、女子同士だから言えるとかもあるから、そう、え、いますよ、言われましたもん私20過ぎたらってえと思ったけど、でもまあそっかっていう気持ちにもなった。そうなのかって、そうそっかって。でも、まあ、確かに前田さんがね卒業されたの20だし、アイドルとしてはもう24は若くないのは分かって、まだ23ですけど24なのは若くないっていうのは知ってるので、これから先ちょっと今こっちを乾かしてます。でプレゼント開封してからこっちを塗りますはい、ちょっと一回うるさく、
風を送ってちょっと乾かしやすくしました。開封していこうかな。気をつけながら開ければ問題ないっしょ。まあ剥がれたらまたそこを塗ればいいさ。ほんと塗る前にやれよって感じ。ごめん。ということで今何時？メール送らなきゃ。メール送ってからこの試合終わったらメール送って配信します。開封ありがとう。時間教えてくれた。みんな優しい。お弁当食べよう。半分残ってるお弁当。危ない。このリュックのまま波動行くところだった。危なすぎ。今半が入ったまま波動に行くところでした。危ない危ない。今日のお弁当は今半。メールは終わった。このね配給の試合が終わったらメール送ろうと思ってたの。今終わったから まずメール送ります。あれ今日メール送ったと思ってたのに送れてなかった。最悪だ。ごめん。合間に送ったつもりでいた。どうしよう。ちょっと開封やっぱ別日でもいい。ちょっとやっぱネイルが剥げそう。許される？ちょ一個だけでも見せるね。あのお花がね今回もいただきまして、お花だけはちょっとあの悪くなっちゃったらあれかなと思うんで。お花めっちゃ嬉しいけどすぐ私枯らしちゃうんだよね。そうめっちゃもったいないのいつも。だからそうなの。なんか花瓶とかには入れる。水が多いのかな。花瓶には入れるんですけど、そうすぐに枯れちゃう。水多すぎってこと？わかんない。なんかすごい申し訳ない気持ちになるいつも。お花めっちゃありがたいんだけどね。そう嬉しいし大好き。お花大好きなんだけどすごい申し訳ない気持ちになってしまうので、悔しい。あ今回も枯らしちゃったみたいな気持ちでめっちゃ悔しい気持ちになるから、いや枯らすなよって感じなんだけど、ごめん。そうそれはちょっともう、いやでも私の中ではちゃんと水もきれいに変えたりとかしてるし、ちゃんとしてるつもりなんだけど、むずい。
ああチョコ飯食べ配信にします、急遽。花はいつか枯れる。でもめっちゃ申し訳ない気持ちになる、せっかくくれたのにとか。食べかけなんで見せれないごめん。今から唐揚げ女子の家に泊まってきます。明日遅刻したらすみません、許しません。絶対に許しません。いいなあ、うちも泊まりたい。すき焼き弁当食ってるからいいしマウント。うまいし、もういい。いいな、お泊まり。最後にお泊まりしたのいつだろう。考えるのやめよう。遠い昔。マジでいつだろう。本当に分かんない。でも能登のボランティアの時は泊まりました。けどお泊まりって感じじゃないです、別に。全くお泊まりなのかな。いや韓国はお泊まりだけど、あれは違うじゃん。なんて言ったらいいんですか、そのなんか仕事でホテルに泊まるのとはさ、またわけが違うじゃない。そう、そういうこと。友達の家にってやつ、そういうこと分かってる。そういうこと。能登の時はちょうどね、その時私が行った時にボランティアの数がなかなか少なかったので、テントがあったから、テントで一人一つじゃないけど、まあ、人によってね、テント使う人だったり教室使う人だったりとかっていて、テントで久しぶりにテントで寝た。そういえば久しぶりにテント、でも本当にキャンプっぽかったですよ。なんか異業種交流キャンプみたいな。そう、お風呂沸かしたりとか、みんなでご飯作ったりとか。そう、それこそめっちゃ料理できる、この間もいっぱい喋った一個上のお姉さん先輩がいて、そう、唐揚げなんかいくつ上、4つ5つぐらい上のお姉さんが唐揚げの味付けまでしてでもあげたくないって言って
めっちゃそう揚げるのたらい回しにされてたんですよ、唐揚げが。いや私揚げたくないんですよみたいな唐揚げがめっちゃたらい回しにされてて、そうで、たまたまその私がなんか手伝うことありますかって言ってそこに行ったんですね。そしたら、あ、唐揚げ揚げてくれるって言われて私揚げ物なんてできないのに突然そこに行って唐揚げ揚げてなんて言われて、そう絶対に無理じゃないですか、私本当に料理できないのみんな知ってるでしょ、だから本当に私料理できないんですよね。切ることとかできるんですけど、分量材料の分量を測って入れることはできるんですけど、絶対に焦がしますよって言ってそしたらそこにそのいっぱいいろいろ教えてくださった一個上のお姉さんが来て、でそのまた4つか5つぐらい上のお姉さんがその人に、ね、唐揚げあげてくれるって言って、あ全然いいですよ、めっちゃかっこよかったその時そう唐揚げがたらい回しにされてましたそうそうそう、でも私そういうのやったことなくて、本当になんか林間学校とかもなかったし、そう多分なんか高校の遠足もあったんですけど、なんか私たちが1年生のん私たちが2年生になった時に亡くなっちゃって、そう亡くなったの、そうなんです。だからなんかそういうなんかテントで泊まって次の日朝早く起きて活動して暗くなる前に帰ってご飯みんなで食べてっていうのを本当にやったことみたいな、あれみたいな感じだったから、そういや多分あると思うんですよ、普通に普通に小中学校通ってたんで、はい、なんなら大学まで普通に通ってたんで、いや記憶にないだけなのかもしれないんですけど、でも富山ってそういう文化がないんですよね、まず普通に、そう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 、うん、そうだから勝手に富山のせいにしてるけどマジ申し訳ない。家庭科なんて私得意分野でしたから、お味噌汁とご飯とかめっちゃ溶けたからめっちゃできるからね、うちプロやで。米はだから溶けるんですよ。だからもう何で一番頑張ったかっていうと洗い物やばい本当にやばい。でも私がちょうど行った時はもう材料切るとか終わってたから、もう唐揚げ揚げるだけだったから、そう。ちょっと揚げんのはちょっと怖いと思って、そう洗い物一番頑張りましたね。本当にやばい、本当に量なんかできない人だと思われる、やだ。でもできるんですよ。ただその違うの、できるんだけど私がやるよりも絶対に効率がいい人がいるじゃない、絶対。そう私がやって30分かかる作業をその別の人がやって10分で終わるんだったら、その10分で終わった方がいいじゃんでしょ。って思って、まあ慣れではありますよね、何でも。本当にそれは思った、経験って大事だなっていうのは思ったよ、めっちゃ、うん、だから若いうちにできないやれないを経験しとくことをもっと大切にしようって思った、
今回行ってみて、なんかそのできないからやらないじゃなくて一歩踏み出す勇気を持ってみようって思いました。唐揚げあげてないやつが何言ってるって感じなんですけど、そうそうそう、別に唐揚げ以外でもね、唐揚げ以外の話でもそうですよ。いや若いから許されることってあると思うんですよね正直。うん、そう、若いから許されることって絶対にあるから。若いから許される失敗ってあるじゃないですか、でしょ。しょっちまんさん、守りたいこの笑顔、ありがとう、守ってください。そう、若いから許される失敗なら若いうちにいっぱいやりたいなって、いっぱい失敗したいなって思います。うん、いや唐揚げ1個でこんなに思ってないですってね、えやばい、うちどんだけもうなんかめっちゃ考えるアイドルみたいになってきてるやん。違いますよ、普通に能登に行って学んだことだったりとか、この10年間アイドルやってきて学んだことを今喋ってるだけで、別に唐揚げ1個でこんなに語れないです。はい。唐揚げだけでこんなには思ってないです別に。唐揚げ1個でこんなに語れないっすよ、肉食べながら。うん、うまっ。連休ない、仕事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 、プライベートでちょっと楽しみ、仕事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 、ありがたいです本当に。私何かしてないと生きていけない人間なんで、むしろやること与えられてるのはめっちゃありがたい。だから5日の公演もうちあのお願いしましたもん。なんならなんかこのゴールデンウィークの波動だったりとか、今日も別のお仕事だったりとか、本当はね日向の初日だったから今日出たかったんですけど、別のお仕事だったりとかあって、これから先出れない期間が結構長引くんですよっていうのが分かってたから、お仕事で出れない、そうっていうのが分かってたからこそ、あのこうスタッフさんがこうゴールデンウィーク中の公演メンバーを考えてくださってる時に、なんか一日だけでもどっかで出れないですかみたいな、めっちゃお願いして、そうでたまたま5日なら行けるみたいな、
のが分かったんで、いつか絶対入れてください、お願いします、本当に出たいです、僕の太陽公演よろしくお願いしますってもうその場でお願いして、その場でいつかにそうだから、そうこっからちょっとね、みなみちゃんとかこみさんとかがいっぱい出てくださるじゃないですか。でもゴールデンウィーク中に1回は絶対出たいって思ってたから、お願いします、いつか出たいです、よろしくお願いしますガチで頼み込みました。いやそれでね、頼み込んで私にしてくださるスタッフさんもありがとうって感じなんですけど、本当に優しい。5月はもう当分で、え、わかんない、全くそこに関してはまだわかんないです、ごめんしゃっくり出た。でもそのゴールデンウィーク中はちょっと別のお仕事があって、ちょっと出れない期間が、ゴールデンウィーク中出れないっていうのが分かってたからこそ、5日だけ行けるかもしれません橋本さんみたいな感じで、普通にだから自分で自分の休みなくしたよねうん、普通に自分で自分の休みなくした。お願いしますって言いました。いや、あの毎回この公演お願いしたら出れるってわけじゃないんで、そりゃなんか例えばこのメンバーが生誕ここでやりたいとか、このメンバーがじゃあ1ヶ月2ヶ月公演出てないから久しぶりに公演出れるから出したいとか、それこそローテーションみたいなのもあるし、こうじゃあたまたまその舞台と舞台めっちゃやってるメンバーで、舞台と舞台の合間のこの空白の期間出してあげたいとかっていうのもあるので、そのお願いしたら絶対にその公演に出れるっていうわけじゃないので、ちょっと後輩とかに、なんかハルピョン先輩はお願いしたらしいよとか言わないでほしいんですけど、そうあの本当に私だって、あのなんなら2月からずっとゆいりさんの公演早く出たいですお願いしますって言い続けてきて、やっとここに来て出れてるので、あのお願いしても出れないことはありますそうだからなんか先輩はこうやって言ってるけどみたいな、そういうことは本当にパワハラなんでそれはパワハラですので、あのそういうことじゃなくて、そうもちろん出れないことだってあります。ずっと私だって2ヶ月、初日まで、初日に来るまで2ヶ月経ったから、本当に出れないことだってあるんですけど、でも今回はたまたまっていう感じなんで、そうそうそう、別になんか橋本春の公演お願いしたから出れたとか、そういうことじゃないです。そうタイミングっていうのもあります、もちろん。だってそりゃさ、マレーシア行っちゃう前にさ、はーちゃんとかずんちゃんとかぎょうちゃんとか、その3人いっぱい出したいじゃん、いっぱい日本のみんなに見てもらってからね、マレーシア行ってらっしゃいってしたいじゃないですか。だからそういうのもあると思いますよ。なんか卒業するメンバーめっちゃ出てるなとかもあると思うし、でもなんか最近思うのは、卒業するメンバーのファンめっちゃ入らない？うん、いやわかんない、ただ単にそうピョンズが応募してない、いやそんなことないと思うんだけど、なんか卒業するメンバーのファンめっちゃ公演当たるなって最近思ってる。うん、 B の時から思ってる。あ、今日なんかこのメンバーのファン多いな、あ卒業するからかもうすぐみたいなそう、よく思う。でもまあそれだけね、分母が多くなるってことですよね、きっと。例えばそのじゃあずっと在宅だったけど、この今月末じゃあハルピョン卒業する、しないですよ、しないですけど、今月末ハルピョン卒業するって言ってるし行くかみたいな思い越しを上げる人はいそう。うん、ずっと在宅だったけど、こんだけオンラインとかショールームとかでお世話になったし、しょうがない行ってやるかってなる人はいそう。そうそうそう、
だからもしかしたらそういうのもあると思います。卒業しないですけど先に言っときます。はいよろしくお願いします。なんか生誕祭6月って言われてんだけど全然違いますよ、あの勝手に言わないでください全く何もわからない、決まってない、いつやりたいですかとも聞かれてない。でも前にその僕隊でやりたいと、なんかメンバーってどう思ってるんですかって聞かれて、普通にこの私の生誕だけじゃなくてね、なんか僕隊でやりたいと思ってるのか、その16人のゆりさんのでやりたいと思ってるのか、どっちなんですかって言われて、あーどうなんですかねっていう話をしました。でも私はとりあえずゆりさんとみずみんを絶対に揃えてくださればみたいな、はーいみたいな話してた。そうそうそう、そう、どっちの公演もかぶってないし、まあ何でもいいですよって言いました。そうでもさすがに9月までにはやりたいですね。はい、劇場のね、そのなんて言うんだろう、リニューアル前にはやりたいとは思ってます。口に物入れすぎた。でも今日オンさんとミオンさん、ミオンさんに言われたのが、昨日の初日の話はしてたんですよ。そう、初日ってか昨日の公演の話をミオンさんとしてて、それでなんか、え、でもハルピオも初日だったんでしょみたいな。そうですって言ったら、え、本当に初日感なかったよって言われて、え、なんかめっちゃ嬉しくて、そう、初日感ないぐらい本当めちゃめちゃすごかったって言ってくださって、なんかファンの皆さんも本当にそう言ってくださるし、昨日あのゆいりさんにもそうやって言われたし、なんか嬉しいなって、練習しててよかったなって。めっちゃ不安だったし、ガチガチだったし、緊張してたし、やっぱ怖いじゃんそう、めっちゃ怖かったからドキドキしてて、そう、でもみんながね、サイリウムだったりうちわだったりコールだったりで、ここにピョンズいるよっていうのをアピールしてくれたりとか、そう、みんなが終わった後の配信とかで、本当に初日感なかったよって配信とか SNS で、そう、それぐらいキラキラしてたよって言ってくれたりとか、こうそうやってゆいりさんとかおんさん先輩方にも言われて、嬉しいって思いました。なんか頑張ってよかった、そう思った。やっぱ褒められんのって嬉しいからさ、10年経っても長くアイドルやり続けてても23年間生きてきてても
褒められるのって嬉しいし、大人になればなるほど褒められないじゃないですか。小学校なんてテストで100点取っただけで褒められる世界なのに大人になったらなるほどテストで100点取るだけでは褒められないじゃん。まあそれがアイドルやめられない理由の一つでもありますね。みんなが褒めてくれるから、みんなが可愛いよ、みんなが好きだよって言ってくれるから、なんか甘えちゃうそれに甘えちゃう、めちゃめちゃ。そうだから皆さんはハルピョンがアイドルをこれからも、いや、やっぱまだ続けたいって思ってもらえるようにいっぱい褒めてください。そしたらその気持ちよさにあ、まだやめたくないってずっとなると思うんでそう、いっぱい褒めてください。でもやっぱそうやって先輩から言われるのって本当に嬉しいんだなっていうのをマジで感じていて、そうだからこそ私はこう初日、私も初日だったけど、くるちゃんだってシンポジだったんですよ実は。そうだから、それをくるちゃんにめっちゃ昨日伝えました。本当にあなたは偉いよ、天才だよってでもそう、くるちゃんはいや偉くないです、全然当たり前なんで、かっけえ、もうかっけえと思ってそうかっこいいって思いました。本当に当たりかっこいい、すごいってめっちゃかっけえって思いましたね。それを聞いて私は、まあそりゃね、それが普通でそれが当たり前なんだけど、でもやっぱ褒めてほしいじゃん褒められたいじゃん。だからだから私もみんなのことを褒めて生きていきます、頑張って。ちょっとできるか分かんないけどということで、30分になるそうなんですけれども、じゃーん、こちらお花です、かわいい。すごい真四角になっちゃったこのまま四角のまま置いて、ここに入れてたから。ありがとうございます、昨日いただきましたお花。ちょっとここから虫が出てこないことを祈っているんですけど、めちゃめちゃ可愛いピンクと白のお花、ありがとうね。これこのままなんかプリザーブドフラワーとかでこうやってこのまま保管しときたいですよね。そうとか、なんか前にめっちゃこれすごいって言ってたナーミンのさ、お花で衣装を作るやつ、あれめっちゃすごいなって思ったから、なんかね、そう、虫、あ、違った、影だった、あ、ビビった、マジフラグ立てたかと思った、うち自分でめっちゃかわいい、ありがとう。ユニバーサルミュージック TikTok との新ライセンス、楽曲使用が可能に。待って待って、なんでカラコンインクの時だけダメだったの、あの期間だけダメだったってことですか。どういうことまあでもね、そのおかげでね、なんかカラコンインクが TikTok で流せないということで、私水嶋美優がみたいなやつができたんで全然いいと思うんですけど、一番あの曲だって感想とか、感想じゃない、落ちサビとか絶対バズったやん、あれちょいちょいおーい、なんであそこのタイミングだけダメだったのタイミングっていうものがあるんですよきっと。まそんなこんなで、まね、使えるならいっぱい流していきたいと思います、これから AKB の曲ということで、お花ありがとうございました、ありがとう。よかった、今日メイクして髪の毛もしてて、ね、明日のさ、ヘア飾り決めなきゃ、髪飾り決めます
せっかくならさ、なんかまあ私もファンの方にもらったものだけど、エリちゃんとユキタンとお揃いとかにしちゃう？でも3つってなかった気がするから、まあ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 考えます。ちょっと、そういうのって先輩が言わないとやっぱ後輩から言えないじゃん。私もこの間でもゆいりさんに言いました、今度一緒に公園出たらリンゴの髪型したいですって。でもそれぐらい仲良くなってからじゃないとやっぱ言えないから、まあもちろんね、2人がやりたい髪型あったら全然強制はしないけど、なんかそれとなく聞いてもらっていいですか、明日やりたい髪型あるみたいなそう、でもわかんない、ちょっと髪飾りにもよる、ちょっと髪飾りいっぱい持ってるかにもよるけど、私が、なんかそうやって先輩が楽しんでいかないと後輩って楽しめないんだなっていうのを本当にフィッシュワングランプリで感じたので、マジであの前回前々回のあやなんさんがマジでフィッシュワングランプリ楽しんでたからこそうちらもすごく楽しくて、そうなんかすごいそれをめっちゃ感じたの、この間のフィッシュワン。私がでも全然なんか一番先輩だったけど、なんか楽しんでるよっていうのを伝えれなかったからすごく悔しくて、だからこそ明日波動で誰よりも楽しんでやりたいと思いますということでね、それこそさ2人はさ昇格して初めての波動になるのかな、わかんないけど、だからさこう髪型とかも変え、え違う、違ったらごめんでもそうだからこそこう髪型をね、もしかしたら自分がやりたい髪型とかあるかもしれないし、自分がファンの方に撮ってもらいたい髪型とかあるかもしれないから、もちろんその2人のその気持ちは大事にしつつ、でもちょっと本当にあの若い子から、若いからみんなが、私も若いについていくのに必死だから、ちょっとでもついていけるように頑張りたいと思います髪飾りちょっと見てみます、私もいただき物だけどファンの方からのということで、それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。終わっていい？でもまだご飯残ってる、ちょご飯食べてから終わるわあとこんだけなの、ちょっと食べかけだから見せれないけど、あと5分、あドボン忘れてた、んでもドボンの端末ない、今ごめん今日じゃなくなる、ごめん今度します。今10分しかやらないのと、いつか1時間ぐらい、1時間もやんないかもしれないけど、いつか30分ぐらいやんのとどっちがいいですか？30分に決まってるじゃん、よし言いくるめた。うん、明日も早いからさ、今やったら10分ぐらいしかやんない、ドボン。明日うち何時に起きるんだろう、頑張って起きる、とりあえずお風呂、
ピョンムービーも撮らなきゃ。11時までにはお風呂に入る、12時までにはお布団に入る、頑張ります。はず。でも今日テレビで、その待ち時間があったんですけど、お仕事のテレビでなんか台湾の地震のなんか復興の様子みたいなのやってて、えマジで1ヶ月しか経ってない台湾と4ヶ月経ってんのにマジで全然ちゃうやんと思って、なんかよりなんかもどかしい気持ちになりました。橋本の最近の流行語、もどかしい。これって富山弁なのかな、はがやしい。確か富山弁だった気がする。だよね、富山弁だよね。どういう意味でしょう、知ってる人は言わないで。はがやしい、難しいじゃないよ、プンプンみたいな意味です。おこだよプンプン、まあ、歯がゆい、そうそうそういうこと、歯がゆい的な。ごちそうさまでした、箸折って入れたごめん変な音するよね、箸折って入れた。ごちそうさま、美味しかったです。石川なの？え、富山弁だと思ってたんだけど。なんでみんな Google 先生に聞くわけ？ハルピョンが答え教えるって言ってんのに、なんでなんでなんで、ねえ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 、なんで私の答えじゃ正解に言ってくれないの？どういうこと？いいじゃんハルピョンのさ、ハルピョンだもん。ハルピョンから正解は聞きたくないってことですか？え、Google 先生が正義ってことですか？皆さんの中では。皆さんの中では Google 先生が一番正しいって思ってるってことですか？じゃあ Google 先生がハルピョンは可愛くないって言ったら、みんなハルピョンのこと可愛くないって思うってこと？なんかすいません、仲直り。だとしたら Google が間違ってるでしょ？ってことは、ということは、ということはそういうことです。グーグル先生何でも聞くのは間違ってます。
ルピョンってのショールームもフォロワー2万6000人いるの、すごい。ごめん急に。今日はインスタ載っけました。 TikTok もこの後載っける予定です。ピョムービーも載せます。ツイッターはちょっと、はい、なのでインスタ見てください。負け男載せた。明日は波動の優勝トロフィーを持った写真がインスタに載せられますように、そう思いながら、まあでも気負わず楽しむ。目標楽しむなので、しくよろで、とりあえずみんなはエナジーいっぱいください。スーパーボールいっぱいください。あの本当にここで勝たないと先輩のメンツ丸つぶれなんで、というか田口真中に言わせたい、橋本春奈をポッケムリに入れてよかったと。これ私の明日の目標。もしかしたらね、このシーズンで波動出るの最後かもしれないし、私わかんないけど、だから頑張ります。ということでランキングいきます。1位かわさんありがとうございます。2位てつやとはるぴょん大大大好きさんありがとうございます。3位たかまがおあとぴょんずさんありがとうございます。4位トラックヤロアットゴリさんありがとうございます。5位サプライズレバーアットピャンドさんありがとうございます。6位トシさんありがとうございます。7位ハルミさんありがとうございます。8位ショッチマンさんありがとうございます。9位ギャローさんありがとうございます。10位5日キャンマチ番号が絶望の鉄道のエイトさんありがとうございます。11位トメユキさんありがとうございます。12位ネバーストッパーと明日も波動の密着、波動明日の波動も映像倉庫に密着され、あ、なんかあれ多分次私じゃなさそう、もう私2回ぐらいやってるから13位アキラ852さんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございました。明日波動頑張りたいと思うので、まあ気楽にね楽しんでいきたいと思います。ということでそれでは最後にランキング、金曜ロードショーはちょっと見るか分かりません、ごめんなさい、見たい気持ちはあるけどっていう感じです、すいません。ということでそれではワオライブで応援してください。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで11,178盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身はるぴょんこと橋渡るなでした。それではおやすみなさい、ありがとう、またね、バイバーイ。